どうも、ヒデジムのリレです。宮城県は仙台市で、聖域さんのハードコア、に、参戦させていただきました。まずは応援してくださった皆様、誠にありがとうございます。本当にありがとうございます。今回はそうですね、田中ボー君選手と対戦させていただいて、まずは、聖域さん、あとはカードを組んでくれた方々ね、本当にありがとうございました。読んでいただいて。で、対戦してくださった、田中ボー君愛選手、ありがとうございました。そうですね、今回試合判定3対0で、悔しいことに負けてしまったんですけれども、一言で言うならば、世界の壁は、厚かったなって思いました。今回ね、世界のチャンピオンベルトを持っている方と、やらせてもらったのは2回目なんですけど、前回伊藤沙耶選手とやらせてもらって、今回田中選手ね、やらせてもらったんですけど、やっぱりその世界に出てる選手っていうのは、もう本当一言で言うならば、いろんな意味で、本当にいろんな意味で、すごいなって思いました。人としてもすごいし、選手としてもリングに上がっている選手としてもすごいなと思わさせてもらいました。連戦で続いてるんですけど、意味がある試合だったなって自分もう私の中でも思ってるので、次戦に生かせるように。きっちりと自分が悪いところをもう一回ビデオを何回も見直してですね、練習させていただいて、次戦に生かせるように、させていただきたいなと思います。本当に応援してくださった皆さん、ありがとうございました。次こそは絶対勝てるように頑張りたいなと思いますので、今後とも熱い声援よろしくお願いいたします。